MLB を見始めたら NPB の試合を見れなくなった。まだ NPB 見てるやついる？わら。こいつらアスレチックスの投手よりも圧倒的に下なんだろうなとか思ってしまう。来年からさらに量産される模様。ぶっちゃけ終わりだよな。 NPB レベルの低さに気がついたやつはマジで見れなくなる。毎試合見てるの？いや特に見れる時だけ。ひいきを応援するのと MLB 見るのとはまた違うし、わいは MLB も NPB も甲子園も台湾チアも見る。甲子園の一発勝負見た後に NPB の気の抜けた試合見ると萎えることはある。正直言うとバッターの構えからしてスケールの小ささを感じてしまうよな。バッターボックスの中で小刻みに震えてるの草生えるわ。あんな構えで大きい当たり打てる役ねえやろって。 NPB はピッチャーもバッターもレベル低すぎる。そや朗希もメジャーで投げたいわ。特にパなんて打率3割が1人、ホームラン王が20本台のアマチュアリーグ。 NPB の人気が衰退しないって言ってるやついるけど絶対に先が見えてないよな。甲子園を引き合いに出してレベルは関係ないって言ってるけど、プロはリーグが違えど同じ土俵だから。日本人はバカだからカタカナ覚えられないから MLB 一辺倒にはならない。そもそも39段覚える脳もない。日本人もそこまでバカじゃないよな。ネット使えんボリューム層消えたらいよいよ日本脱出が現実的なものになるぞ。いやいやわら、ホームランコンテストなんて見ててつまらんよ。日本野球が結局一番する必要がない場面でバントし始めるんやで。ため息が出る。低レベルのしょうもないもんをしかしするの大好きやん。日本人にレベル関係ないで。バントなんてしてたら打撃育たないよな。本当バントだけはアホらしいわ。なんで大事なアウト一つわざわざあげるんだよ。チャンスで打たせる場面増やして選手育てろやって思う。派手で大雑把です。試合時間短いです。試合時間短いの最高だわ。ピッチクロックありの MLB になれると NPB テンポ悪すぎてきついわ。一度ピッチクロックありの試合見ると NPB はかったるくて見てられなくなる。どっちも見てるけど大谷活躍し始めてから NPB 目線で MLB 語るやつ増えすぎてうんざりしとるわ。NPB 見たら高校野球見れないと同じやん。実際そんなことないし、あるとしたらテンポの差か。高校野球も MLB も面白い。やっぱテンポ大事。あと NPB はインコースやアウトコースのストライクゾーンが異常に広すぎるのも見てて萎える。そんなの打てるわけないやんって書も取るから、そや打ち手になるわ。甲子園も注目選手いなかったら全然見る気起こらんわ。しかもあれは高校生やからな。NPB はほとんどの選手が日本人という強みくらい。エンゼルスの後ファイターズ見てた頭おかしなる。MLB は朝4時とかやろ、見れんわな。応援がうるさい。ねん、のんびり見ようって気にならん。